ゆで卵の超楽に皮を剥く方法を紹介します。Hey guys、 今日はね、ゆで卵がめっちゃ簡単に剥ける方法を紹介できればと思います。やっぱりね、ゆで卵ってめっちゃ便利やな。もう本当に冷蔵庫にいくつか入れてるだけで、もう朝なんか朝食の時間がないとか遅れ寝坊したっていう時は、もう本当に2個ぐらいね、冷蔵庫から出してもう歩きながら食ったり、超便利なのよ。で、夕方になったらもう本当になんかお腹空いたなって言ったら、ね、冷蔵庫にゆで卵が入ってると、もうすっごい体もヘルシーだし、もう便利、とにかく便利なんだよね。で、実は卵ってもうダイエットフードの王様って言われてるぐらいに、もうすっげえ健康的なのよ、ね、卵3つ食べてもカロリーが250ぐらいしかいかないわけよ。超ダイエットフードなんだよね。で、あの僕の友達オーガストさんっていう人 もう本を出してるくらいで、ね、もうアンチエイジングに超卵っていいわけなんですよ、ね、ゆで卵っていいんだけど、この皮むくのがめっちゃめんどくさいんだよ。まあ本当にね、お酢をお湯に入れたりとかいろんな方法はあるんだけど、とりあえず僕が見つけた、もうめっちゃ簡単に皮がむけるようになる方法を紹介できればと思います。まずね、スタートは卵安いよね、本当に素晴らしい。スタートはね、ホットウォータースタートなのよ、ね、コールドスタートじゃなくてホットなので、まずお湯を沸かして、でちょっと、まあ、ブクブクを止めて、超ゆっくり、あ、ごめん、パソコンが見えるかな、こういうのに置いて、ここがポイントなのよ。超ゆっくりゆっくり、ここコツンってやるとね、卵にね、怪我が出てね、ポコーンって変なのが出てきてね、まあね、見た目は綺麗じゃないんだよね。なので真剣にしないといけないところが、この卵を入れるところだけなんだよね。あー、ひびが入っちゃったな。しょうがない、しょうがない。これはあの、どっちかっていうと、クッキングの 見た目が綺麗なクッキングじゃなくて、もう楽に皮が剥ける方だから、多分ね、見た目を気にするんだったらもっといい方法が絶対あると思います。しかし僕はね、お腹減ってる時は見た目はあんまり気にしないんです。中華ファンクショナリティだよね。はい、言えました。で、今度ね、これを、まあ、ギリ沸騰してる感じで12分やります。これどうやるんだ。スタートタイマー for 12 minutes。 OK、 バッチグッドよ。これで12分待ってるっていう感じなんです。おお、こうやってボコボコしてきて、あまりにもこれが強すぎるとちょっと下げるといいんだよね。ずっと沸騰させているとね、こぼれちゃうから、まあ本当にどうでもいいんだけどね。いや本当にね、ゆで卵が冷蔵庫にあると楽だよ。だって夕ご飯めんどくさいじゃん。取っときます。3個食べたらさ、太んないし、オイルも入ってるし、一日のタンパク質もそれで取れるから、それにマヨプシュッとつけてさ、クチクチクチ。よし、一応ね、12分経ちました。どうだろうね、ちょっとね、これね、 IH なんでね、普通のお家のやつじゃないんや。根性。 All right。で、今度ね、あの6分間のクーリングするんだよね。で、冷えてるお水、
正直言ってね、本当にね、これで5分間ほっといてもいいんだけど、ちょっと今回は撮影のために、じゃーん、綺麗なボールを用意しました。これがコツなのよ、クーリングで、ね、本当にね、こうやって水道水を、まあ、ちょっとずっとこういう感じで流しっぱなしで、まあ、5分6分ほっとくっていうコツもあって、まあね、秋とか冬だったら水が冷たいからいいんだけど、夏ってどうしてもさ、水道の水がな、ね、暑いから、そういう時はアイス、氷を入れるっていうのもできるんだけど、でもそれはめんどくさいので、僕は基本的にめんどくさいのあんまりしないタイプなんだよね。ポイントはファンクショナルリビングっていうか、ね、ファンクショナルデザインっていうか、なんていうのかな、その楽にできること、気を使わなくてもできて常に習慣にすること。だから目的はいつもゆでご飯が、ゆでご飯、ゆで卵が、いつもゆで卵が冷蔵庫に入ってるっていうことが目的なんだよね、僕の目的は。OK、 じゃあ 6分経ちました。こうやって水を抜いて、 OK、 いざという、本当にできるのかな、やべえ緊張するな。 OK、 できたー、なんだこの一皮で剥けたぜ。いや見た、はい、成功。よし、ちょっと見てね、うっと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 、我慢抜けろ、シャキーン、できました。楽やろこれ、やばくない？できました。ということでですね、ゆで卵、本当にね、こういうのを冷蔵庫にね入れておくとマジ便利だよね、朝食の時間がないとか、夕ご飯遅く帰ってきて、あーなんか食べたいんだけど作るのめんどくさいなって言ったら、もうこれに塩と卵、ゆで卵3個で一応通るわけよ。カロリーも低いし、タンパク質も入ってるし、ね、本当にね、ゆで卵はもう一押し、おすすめなので、ぜひですね、このメソッドでやってみてください。 Alright you guys, I love you guys, now see you next week. ありがとう。